レッドカンパニートモロー、セイントロー4。今回もガールズバージョン、ガールズバージョン。感じって、そっぱな感じ。え、何これ。やばい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 。高層エリア的な感じかもしれない。やばいやばい、逃げよう逃げよう。逃げよう逃げよう。で、こうやって、というわけで、ね、メインクエスト。店をハッキングしろ。ハッキングしたわよ、私。Taking down the simulation will wreak havoc on all the Zin systems and help us locate our friends. There's plenty you can do to overload the system and generally break the whole damn thing, so let's start small. I know hacking stores seems trivial, but it's a good place for us to begin. Alright, get moving. Oh, よくわかんないけどハッキングすればいいんだね。うん、任せなさい。I think it'd be best to start at Planet Zin. If I'm taking a store back from Zinyak, I want the one with his ugly face on it. Okay, good point. ごめん。ハッキングしちゃった。ごめん、ハッキングしちゃった。先にハッキングしちゃった。ごめんね。どうした？何よ。何、ハッキングしちゃ悪かった。意外して。私の勝手でしょ。ずっと。ワイン。オッケー。ほい。ほい。ほい。もうね、私のゴム鉄砲強くなっちゃった。あいつのゴム鉄砲はやばいっつって、噂のゴム鉄砲だから。あ、もう簡単すぎて話にならない。ハッキングにはハッキング開始ってか？ポリスメンをハッキングしたわけだ。なるほど。だが悪かった。相手が悪かったようだね。壊せんのこれ。知らなかった。わかった。よし。はい、お疲れ。はい、おやすみ。もういいわよ。Let's party time! Yeah! コマンド C。やつか。待てい。So if you catch the golden orb and shut it down, then the Zin should no longer see you as an immediate threat. Catch the golden orb? Yes! おら。捕まえたよ。Come here, you little shit! Kenzie! ほら。キュート。手配度がキュート。Remember, this is only the beginning. But everything we're going to throw at Zinyak, he won't know what hit him. ってことはメインクエスト終わりかな？早っ！ファッションパーク、ハッカー。ごめん。先にハッキング終わっちゃったけど、前回買い物そこでしたかったから。ごめんね。ジンニャクの過去が書かれた短編がバーチャルスティールポートの様々な場所に散らばっている。これを集めてジンニャクの過去を探ろう。宇宙船内のコンピューターから見ることができる。ジナク像バーチャルスティールポート全域に自分の像を設置した。破壊したキャスト軽減値を稼ごう。ちょっと待って、私これ今やったわけじゃない？なんでアイリア私のワールドで、おっと、あれ男バージョン、男バージョンだけどさ、なんで私のワールドで壊してんのよジナクさん。レチブコス多いじゃない。ジンヤック像ってさ、この店の中にいたとこにあるけどさ、これもそうよね。ほら、踊れ踊れ。くだらね。ちょっと待って。さあ、パワープレイ。抽選で近似に合う。ブラスト効果アップ。ブレイクオンする。ちょっとやってみよう。ブラスト効果アップっていうのはね、そうそう欲しかったよ。そうそうね。きつくなってきたなと思ったから。トウ。トウではないけど。トウではなかったね。ごめんね。セリフ間違えちゃった。開けて。ケンズイ。はい、ケンズイ。ケンズイ。
キンズィヤキンズィ。I need a stable environment to work from inside the simulation. There's several things you can do around Brixton, so I can set it up. Also, I should be able to create an upgrade to your blast with this. Sure, why not? いいわ。何すればいいの？目標達成、抽選で記事に合うからのジョブス、リムジョブス、何リムジョブスをハッキング。英語読めないな私。お金ない。あ、ぶあ、オッケー、なるほどなるほど。あれね、車屋さんね、車屋さんをハッキング。まあ任せなさい。うん、41個そろそろなんか使えそうだけど、もったいないわ。ここ難しいわね。でもあれ、ここほらほら、私にかかればこんぐらい。ハッキングタイム、イエーイ。うん、OKOK。簡単すぎて話にならないわっていう話。あれ、でこう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 よ。ほらほら、簡単。やばい、敵が来るよ。可能性入ってる、入ってる、入ってる。あ、大丈夫だった。ハッキングしたよ。指定された場所に行く。集めたデータの中から全部不正プログラムが一つ見つからないの。そのプログラム見つけ出して。OK。不正プログラム集めてたんだ。さすがキンジーだね。どんだけ天才なんだっていう話。っていうか、すごくね。未確認生命体のテクノロジーだよ。それを、ね。やべ、トイレだ。いや、トイレ嫌い。俺トイレ嫌いなんだ。先にこっちの2匹をやろう。じゃあ、いや、ターゲットこいつだけだしよみたいな。こいつらすぐ死ぬから、ほら。でもこいつだってのは知ってるんだ。うれ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 。ミュージック、遅い。ミュージックスターティング。ドゥンドゥ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 。波動拳言ってる場合か。いいミュージックだぜ。目標を達成、不正なプログラムを始末する。トイレだもんね。だって抽選で禁止に会え。ちょっと待って、敵が多すぎる。やったぜ、これでブラストがレベルアップする。なんだあのマーク。待てー、確かに逃げられると思うなよ。ふいふい。お、早い。うおー、金ピカー。おるっ、あっと、この交差スポット。みんなもこのミュージック聴きたいだろう。そうだろう。レッツミュージックタイム。クールだぜ。ごめん、この銃弾切れがあるんだ。あれ、これあれじゃない、 G
ジニャックのじゃなかった。ここはあなたのものよってやつだった。はい、さあ禁止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 動画禁止禁止、あれこっちじゃない、禁止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 。Okay, that should give me a better gateway into keeping an eye on things inside Fake Steelport. Here's that upgrade I promised you. Thanks. ありがとう。Sweet. Freeze. Fire! ターゲットコーテルで受けるダメージが増大。ファイヤーが吹いてる間に、ダメージが吹いてる間に、一番足りのダメージ量が増加。マインドコントロール、一度にコントロールできるターゲットの数が増加する。ちょっとちょっとちょっと。ちょっとこれは私これ来たんじゃないかしら。これこれはもう忘れずやってるわ。これブラストエレメント、あエレメントで選べたんじゃ。あはい、表現これ必要よ。エレメントフリーズは分かったの。えファイヤーとかどこ行ったの。ブラストの再チャージ時間がさらに速くなる。いや、いいの、いいの、いいの、そんなんどうでもいいの。あの、ファ、え?あ?今後?メインクエストを進めていくと今後デル的なやつじゃないの、それ。ちょっと、サウマシンガンダークアップ。うん、まあ、サウマシンガンは基本的に使っていってるけどさ。あとでいいや、それ。大変、左指が、左指が。連打に疲れて体力アップしよう。一般人からも出るってやつ、ね、確かに緊急時はねポリスとか探すのも大変だからね。でもやだやだ、やっぱね民間人には手を出せない私。よし、これを出すスピードが速くなるか移動速度も速くなると OK。 移動も容易になるわけだ。大統領命令、あれ私メイン進めるって言って、あれメインか。あれあれちょっと待って、これメインクエスト私やったんだよね。パワープレイっていうメインクエストだよね。あれあ、店をハッキングしろっていうのがメインクエストか。サブクエストが進みすぎちゃってるんだね。なるほど。逆かーということで今回はここまでになります。ちょっと待って、その前になぜ武器を変えた。私のゴム銃返して。ゴム銃じゃないとやる気が起きないわ。うまいよ、うまいよ。 OKOKOK というわけでブラストフリーズじゃなくてなんかないの。まあいいわ。というわけで今回はここまでになります。お疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録もよかったらどうぞ。